こんにちは。えー、今はまず、えー、レンジャーチームにしてます、えー。レイド防衛をレンジャーチームにしています。でもって魔術師レイド究極、えー。魔術師を3体入れろってのと、レア英雄を入れて勝て。これを一気にクリアしたいなと。えー、防衛チームが今、えー、レンジャーチームで、 えーっと、こちらの攻撃チームが、えー、魔術師が、三体と、出会えゆう。防御寄りになっちゃいましたが、これはこれは、フロストに対して、えー、クワシルが、うまいこといきそうですね。相手ミニオンチームか。はい、行きまーす。 で、青三体に対して緑三体ですし、なかなか状況は良いかな。では、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 えー、今は、えー、緑を消したり、えー、緑を盤面に集めたり、えー、蜂親父に、えー、マナーを貯めたりしたいです。蜂親父大活躍動画にも、 なれるかなえー、まずはクワシルで、え、相手を止めようとしてます。緑が少ないんで、え、紫のマナこれで、耐えてますね。紫のマナ溜めて、足りんか、足りんか、足りんか。 そっか。では。たくさん消すこととこちら緑チームなのを踏まえてここ行きましょうか。あ、いいの来た。でも損は倒せんよな。そうよな。そうよな。あ、今のは幸運。カディレンも耐えた。八親父も効いてる。ああ、いいね、いいね、いいね。 クノルフォットで変容回復をして、で、もってイベリンをキリルに当てて、で、もって、えー、緑ダイヤ使っちゃいまして、霊人さんのミニオンを呼んで、なおかつ回復をして、 さらにでは、えー、黄色ダイヤ作りましょうか。えー、オ親父のミニオンを呼びたい。理想はオ親父のミニオンを呼んでから霊人さんのミニオンだったんですけど、十分ですよね。戦えてますよね。では、えー、紫ダイヤいっちゃいましょうか。 上場、上場。えー、カディレン発動し、えー、クノルフォットで回復し、えー、黄色ダイヤ行っちゃうとこですかね。行っちゃいましょうか。 こちら、ああ、イベリンまだ溜まっ,ってなかったんか。イベリン一撃か。えー、さらに八親父のミニオンを呼んで。えー、こちらアタッカー不足なので、えー、イベリンで、えー、緑に対する防御力を下げてから、えー、緑の玉を当てるっていうのに期待していたんですけど、イベリン行っちゃったんで、 えでは、カディレン使って、スキル発動タイミングも難しいな。では、どうしましょうかね。スキル的に状況は優位なままなんですけれど。 えー、でーは、オ親父使って、ジ人さん使って、相手の数を何とか減らすことを考えて、えー、赤ずきんを狙っています。じわ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 と、えー、赤ずきんにダメージを与えることを考えています。あ、いったいった。一人いった。 ハッチオヤジのミニオンは今、今呼んでいいんですね。さらに今は赤ずきんを狙っています。えチネチネチネチと、えー、パズルダメージを与えて、えー、赤ずきんを倒すことを目指しています。残り5分。まあ魔術師究極をクリアしようとしてるんでね、苦戦してもしゃあないですよね。 そろそろそ、ああ。ここで切りる。よしよしよし。では、さらにさらに。えー、霊人さんで相手のマナーを削りつつ、えー、パズルダメージを与えて、えー、蜂親父による、えー、毒ダメージにも期待をして、 残り一体、相手は回復手段がない。はい、ありがとうございました。えー、かなり苦労しましたが。えー、これで、えー、試練を二つ、えー、攻略ですね。はい、ありがとうございました。えー、魔術師レイ度究極と えー、レア英雄を入れて、レイドに勝利、えー。完了です。はい、ありがとうございました。えっと、どう、ここや。